こんにちはフフィフィです中国で政権批判を訴えて車が政府の施設に突っ込むという事件が起きました台湾では中国国内で反政権の動きが起きた可能性があると伝えています 中国の国会にあたる全人代がつい最近閉幕しましたが、今回の全人代はこれまでよりも警備が厳しくてかなりの厳戒態勢の中で行われました。で、その全人代が行われている中で事件が起きました。習近平国家主席の執務室のある官邸の建物の正門に向かって車が突進しました。 しかも現場を映した映像には共産党は殺人犯だと叫ぶ声も入っています。もう明らかにこれは中国共産党に対する反政権的な動きだということがわかります。このことを報道したのは台湾のメディアです。でそれによると3月の10日の深夜、 習近平主席の官邸がある建物の正門に向かって黒い乗用車が侵入を試みたそうです。しかしこの車はフェンスに阻まれてすぐに停車してしまいます。すると10人ほどの警備員が男性ドライバーを車から引きずり出してもう荒々しくどこかに連行していきました。この時現場で何者かが 中国共産党は殺人犯だと、そう叫んだそうです。事件を映したとされる30分の映像は SNS に投稿されて、すぐにネット上で拡散されました。車が侵入を試みたこの建物は、天安門と人民大会堂などが隣接する中国の政治の中心地で、 習主席をはじめとする現役や OB を含む共産党の指導部が住んでいる地域です。この日は特に厳しい警備がされていました。まあ、それだけに今回の事件は極めて異例なことだと言われています。 経済が急速に悪化する中で開催された今回の全人代では、こうして人民による暴動やデモが起きることも想定されていて、もうかなり厳しい警備が敷かれていました。また中国経済について報道する海外のメディアに対しても、特に中国当局は目を光らせていました。 全人代が開幕する一週間前でも取材に必要な記者の証明書の配布時期や開幕式の当日の入場時間など、まあ、詳細が全く発表されていませんでした。え今年の全人代は5年ぶりに中国に駐在していない外国人記者の取材も認められたので、まあ、事前に申請している記者の数は3000人を超えていて 世界から注目が高まっていました。まあ、でも海外メディアに対する中国政府の厳しい取材制限で記者たちはかなり苦労したようです。全人代の中では今年の中国の経済成長率の目標が5%前後だと発表されて不動産分野の状況や若者の雇用対策、そして台湾問題などについての報告が行われました。 しかし毎回必ず行われる首相による重要な記者会見は明確な説明がないまま中止されました。しかも特別な事情がなければ今後数年首相による記者会見は実施しないということも発表されました。え首相の言葉で国内外のメディアに説明する場がなくなったことに対して中国と世界が明らかに断絶された。 中国経済の不透明さはさらに高まったといった声が上がりました。まあ中国で取材を行う海外のメディアにとって、こうしたことはある意味想定内とも言えるでしょう。ただ中国に進出している企業や、これから中国に出資を考えている海外の企業にとっては、マイナスに移ったと思います。もうこんな閉鎖的な国でビジネスを展開することはリスクです。 まあいきなり中国との取引をやめるとまではいかなくても、今西側の企業は徐々に脱中国に動いています。日本の企業も例外ではありません。中国との距離を置いて中国に変わる国を模索しています。これこんなことをされて一番困るのは中国です。 習近平主席だって情報統制や人民を統制するための法律を強化することで海外からの投資が激減することぐらい分かっていますが中国の経済を犠牲にしてまで自分の体制を維持することに必死になっています実は今回の全人代では習近平政権が世界に対してより閉鎖的になっていくことへの懸念から中国政府の中から批判的な声が上がりました まあヨーロッパやアメリカに対して中国と仲良くやっていこうと呼びかけてもどうせ振り向いてはくれないと諦めてはいるでしょうが日本となら仲良くなれると中国政府は思っています。前人代では日本と中国の地方政府から習近平指導部に対して強い要望が相次ぎました。 もうそうでもしないと中国の経済が持たないという思いから各地域の代表が口々に日中関係の改善を求める声を上げました。そうした声をいくつか紹介しておきます。例えば四川省のある副市長は中国が抱える少子高齢化の問題は全人類に共通した課題だ。チャンスがあれば日本と協力したい。日本からの中国への投資をとても歓迎していると言っていました。 また、ある省の代表は、介護分野で日本から専門的な指導をしてもらい、お互いに学び合い交流しましょうと、こんな言葉を投げかけています。あと、ある自治区の農業部門の代表の言葉は、日本と中国とでは農業の分野で互いに補って協力し合える。日本の技術は進んでいる。地元でもよく使われていると。まあ こんな感じの意見が聞かれました。今回の全人代には、中国各地から地方の代表およそ3000人が参加しました。医療や介護、教育、農業部門などの代表からは、日本に対して技術的な交流や投資への期待が寄せられました。まあこれ、習近平指導部に対する要望であると同時に、日本に対する呼びかけでもあります。 こうした声が日本のメディアを通じて日本で報道されることも期待しての発言でしょう。まあ、とにかく日本に対してそっぽを向かないでほしい中国とうまくやっていこうじゃないかと言っているわけです。まあ、ただ、日本の海域にブイを設置したり、尖閣諸島の周りをま連日うろうろされたり、根拠もなく日本の原発処理水に反対して日本の水産物の輸入を全面停止という嫌がらせをしてきたり、 あとは中国に滞在する日本人を不当に拘束したりと、もうそんな国と日本がうまくやっていきましょうなんて言われても難しいです。何よりアメリカが日本政府に対してアメリカの対中戦略に同調するよう圧力をかけています。あと企業は損得で動きますから。 もう今の中国の日本に対する姿勢とあと情報統制を強化するなどの閉鎖的な姿勢を見て日本の企業はこの国とと取引できないとシビアに判断します。もうどれだけ中国側が日本との関係改善を呼びかけても中国の姿勢が変わらない限り無理です。で全人代の最終日には国防予算が発表されたんですがここで国防費を 増大させることが分かりました人民解放軍の報道官は軍の臨戦態勢と戦闘準備を推し進めると表明しています。報道官は中国が直面している安全保障上の不安定な状況が増しているとした上でもし国際的な軍事衝突が勃発した場合中国国内の反政権の動きが 激しくなるだろうと、えそのようなことに言及していました。え中国は国内で大規模な反乱やデモが起きた時、まあ、かつての天安門の時を見ればわかりますが、人民の抗議活動を抑えるために軍を動員させることがあります。まあ、つまり、今中国の国防費が増大された目的は、戦争への準備というだけではなくて、 国内の人民による反政権の動きが大きくなった時のことを想定して動いているということです。前人代の最中に起きた自動車で建物に突っ込むというあの事件は人民による暴動の前触れなのかもしれません。今中国各地で習近平体制に対する反政権の動きがくすぶっています。 さて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「フィーフィーチャンネルの登録もお願いします